はい、皆さんこんにちは。X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、6月にね、入ってきまして、いよいよこれからフェイジアが咲きます。この辺ね、咲くとね、結構綺麗と思います。桃みたいにバーっとね、これもそうですし、マンモスとかね、アポロじゃないかなっていう、ハテナのやつとか、から、ジェミニとかプリティグリーンとかね、トライアフもありますし、この辺ザーっと咲くと思います。でそれと並行して、もう、桃がね、これ、袋掛けはねもう進んできまして、もう最終的にもうフェイジアが咲く頃にはもう桃の方は袋掛け終わって、あとは実らせる、太らせるスタンバイということになります。はい、今日はイチジクの方行きましょうか。これからねイチジクね、上の方にどんどんこう葉が伸びてきてるでしょう。これでまたつくんです。でまあそうですね、一つポイントって言いますかね、うちの場合はなんですよ、一文字仕立てとかね、それからこう低く這わせるようなうまいね育て方いらっしゃるので、それはすごくねいいなと思うんですよね。でうちの場合はね、こう他のところ植わってるんで、上に伸ばしてこう葉にこう栄養をこうさせなかったらっていうことなんで、基本的にはこうヒューッとね伸ばしてるの。ドルマティもそうですし、バナーニもそうですしね。でアトレアーナは横にちょっとこう広がりましたけども、大体そういうふうにして育ててます。そういう事情があるんですよ。だからできたらそんなに高くしないで、まあ、一文字立てとかね、それからまあ適度に剪定して高さを合わせてというやり方もありますけども、ともかく他のところがいっぱいなんで、葉は上にこう行って光を受けざるを得ないという、そういうある意味ちょっと不効率な育て方をしています。でまああっちの方にありますね、カロタとかね、そういうのはとかグッドールとかの辺は自分の背の範囲でこう行き届いてますんで、それはねそういうふうにということで、やはりまあ木の状態とか自分の育てる環境をねよく考えてなんでしょうねと思いますよ。はいはい、イチジクファンの方ね、お待たせいたしました。秋の果実ですねの収穫のために、今から今年出てる枝にですね花がつくということがぼつぼつ、はい、出てきております。でこれ目の前にありますのはこれロンドデボルですね。ここにねこれこういうのはいくつか、上の方もそうなんですけどね、プツ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 とこうついてきてるんですよ。でこれが大きくなって、でそうですね、ロンドデボルドは8月の、お盆ぐらいかな時になったらもう真っ黒なこの実がなって、ビオレソリエスとね味が似てるんです。でここがねこれの最大のポイントなんですよ。でビオレソリエスは、まあ、皆さんご視聴者様もねおっしゃってますけども、なかなか実らないですねって言ってね嘆いておられる方いらっしゃいますけども、ロンドデボルドはねすぐ実ります。ただし実がちょっと小さいんですよ、そこだけ。で味は本当にビオレソリエスによく似てます。何度かビオレソリエスね、まあ、道の駅で売ってるやつを、まあ、高かったんですけど買って食べましたけども、まあ、その味にはねこのロンドデボルド負けていないんで、その意味ではねいいと思いますよ。で海外の皆さんも結構ロンドデボルド結構気に入ってて、たくさんできてね美味しいから、ちょっと酸味があってベリー味っていうのかな、いちご味みたいな味するんですよ。ですからそれが非常に気に入ってる方も多いんで、まあ他のねサイトのどなただったかな、キセセさんだったかな、おっしゃってますけどね、ロンドデボルドねいいねって言っておっしゃってましたんで、まあこれから育てる方はねあったらいっぺん買ってみてください。はいです。こうつけてきてるね、これブレバですね、今から出てきてるんじゃなくって、もう芽吹きのとこからもボコ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 出てきてるやつ、これはもうナスできっと食べられると思いますけども、これはボーンホルズムダイヤモンド、プレコッセダルマティですね。結構いくつかなってますんでね、これはまあそうですね、いつ頃なるんだ、これはちょっと初めてなんですけど、まあ、8月には、ね、食べられてると思いますよ。はい、はい、こっちにいまして、これがまあ新しくまた実がこう突きかけてる、これはカドタです。はい、たくさんね実ができますんでね、カドタはセレストと並んでね、なかなかね
優秀ですよという話でね、いろいろご紹介させていただいたと思うんですけども、まあ、そうそう、ご視聴者様のからあの LSU エバービーリングですか、うん、あれとですね、カドタは遺伝子的には同じなんだと、まあ、そういうあの、まあ、いろいろ文献に調べていただいて分かったことでレポートしてくださってるんですよね。ですからあの LSU の、ね、エバービリングがなかったらカドタでも、まあ、基本的には遺伝子も、ね、同じレベルなんでいいんじゃないかと思いますよ。色がもしかしたら身があのこっちのカドタは少し茶色くなりますけど、 LSU の方はもしかしたらあの緑がね濃いのかも分かりませんね、はい、でもういっぱいこれついてます。もういっぱいいっぱいこれこれここから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 、まあこれは全部は実らないですけどね、ほとんどおそらくね8割ぐらいはね実って食べられると思います。はい、こっちに来まして、これはね、グッドオールですね。グッドじゃないよ、グッドオールですよって言ったやつですね。もともと実があのついてきてるやつもありますし、で新しい枝の方にねこれあの実がついてるのもこれあります。ですから先にあのこの最初からねこれついてるやつがこう実って食べられて、であと後ほどまあこちらの方ですね、こう新しくメイクになったやつがまあ全部はダメだろうけども食べられるように実ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、でこの横にありますのはこれフランダースですね。フランダースのこれはあの三直花壇さんの方ですねだと思います。新しい枝にもこれねこう実がこうまた新しい芽吹きがつって花が咲こうとしてます。まずこっちの方を実って食べられてからでしょうね、収穫は。ね、イスラエルですね、ドリーミースイート、これはね、まあ、ちょっと遅いんですけどこの辺に、それらしき兆候がありますね。これねこれね、ここ見えますかね、これこれがまあでも一番遅いです、こっちの方ね。はい、で、一番成績の良かったこうヨルダン、これはまず先にこれを見るでしょう。でも実はね結構これね硬いんですよ。これ大丈夫かなって、落ちることは2期取りなんで、ね、落ちることはないと思いますけど、で、まあ、先にこれが実って少しこの辺りに花芽っぽいのがあるかなと思いますけど、これちょっとあまりはっきりしないですね。はい、大きい方のね、葉のイチジクはこれロードスです。あのブリジェドットグリスですかに似たような、似たと近似種らしいということなんですけど、これね、ブレはつかないかなと思って思ったんですけども、去年春はねまだあの気温が低いってダメですね。これあの秋花の専用らしいんで、この上の方にね少し花芽がついてるんです。はい、まあ、それをおそらく太って実って食べられることになるんであろうなと思いますので、結構あの昨日ねこのなんてこう茂り具合はね結構こう順調でね大きくなってきてますからね。はい、これはまああれかなと思いますね。これはあの吉瀬さんからいただいてたフランダースがねこれね、下の下はこれちょっとよくわからないんですよ。下をこれねやっていいのかどうか、 1,2,3,4,5,6,6つ出てます。歯がだからそうですね、もうちょっと茂ってもったらいいんじゃないかなと思いますけどね。この下のやつはどうなんだろう、食べられるのかな、自然落下しちゃうんですか、よくわからないんですね。だけどフランダースはうまいんで美味しいんでね、まああの三色カランさんの方のねフランダースもねよく熟したらメロンのような味がしますから、まあ、それをね本当に一番あの期待してるところなんですよ。イチジクとは ちょっと違った次元の味なんで、そこはねあのフランダースの楽しみだと思います。グッドオールも同じような味ですよ。ちょっとメロンの香りが、少し少ないかな、でもあれも本当に似たようなあのフランダースと似たような種類です。はい、この前もちらっとご紹介しました。これはあの、代替品で送ってきていただきました。プロキオスダルマティはダルマティじゃないでしょって言って、まあ全種ねしてくださって、あの正しい方のと思えるダルマティを送ってきてくださってですね、これも順調に出てきましたね。まあ夏は無理でも秋はもしかしたら少し実るかもわかりません。
ダルマティアはね、基本的に2期取りという話になってますんで、それはね、期待したいですね。これはね、グリス・セント・ジーンの方です。こっちの方に持ってきまして、玄関の方の近い横のところに持ってきまして、ヒーヤーを浴びて成長してます。まあ、小さい苗なんでね、今年ダメか分かりませんけど、まあ、今年は一生懸命成長してくれて、また来年あたりに、ね、少し実ってきてくれたらね、ありがたいです。グリスっていうのは、フランス語でグリスじゃないんらしいんですよ。グリなんですって。灰色という意味です。だから、実が灰色なんですよ。ですから、グリスセントジーンという話、という名前らしいですね。はい。はい、今日はこの辺で失礼いたします。さて、今回いかがだったでしょうか。またね、皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。